Japan's in crisis, where marriage and birth rates declining a lot, and being single or virgin has been more and more norm among the younger generation. Many experts I talk to claim that those would be closely related to the change of dating culture. So today, let's find out how that's been changing and what would be the future in Japan. 結婚と恋愛は当時はめちゃめちゃ別。あらゆる社会層で恋愛結婚っていうのはね、江戸時代には浮気な結婚、浮気っていうのは要するに気持ちが浮ついているような、あんまりその認められた結婚じゃない、家と家との結合っていうのが結婚だったから、あの武士とか公家とかは所長が現れたらすぐに結婚させられる。だから恋愛なしで早く結婚するのは上流階級のステータスだった。 I'm sure this is unbelievable to most people nowadays, but marriage was more like a job or a duty to survive.で、女子の学習院っていうのがあって、そこはもう上流階級のお嬢様しか来ない。卒業までに学校の授業を全部収めるんじゃなくて、お見合いの話が来て寿退学するのが、もう要するに早いうちに結婚するのがステータス、最大のステータス。身分とか地位とかお金とかを子供を作ることによって継承しなければ家が耐える。もうとにかく早くから結婚して子供を1人2人3人作ったらいいよねって話。 Actually not just upper class, but same applies to the ones in the lower class like farmers or merchants. 江戸幕府ができて70年80年経って、将来の展望が見えてきて、なおかつ武士とか公家とかがたくさん消費をするようになると、庶民とかもいろんなものを作ったり農作物をたくさん作る必要が出てくるよねってなると、最初にね、恋愛じゃなくて結婚結婚するんですよ。もう要するに上流階級と一緒ですよね。要するに仕事をとして10代で大半の人が結婚してしまう。子供も家の仕事を庶民の場合は手伝う。They didn't have a choice but to marry someone and have as many kids as possible.今だったらその児童に働かせてはいけないとか、でもそういうのが昔はなかったから、子供を結婚してどんどん作ることが正義。正しい生き方。例えば17世紀に8人子供いるのが大体普通だったんです。これがね、割とね、20世紀の半ばぐらいまで続いた。日本も多分そうだと思うんですけど、子供って親にとってプラスだったんですよ。家の仕事とか自分たち の農業やってればそれ出てた時、水汲みとか家内製手工業って言って、歴史の教科書で勉強するように、家の中で農業なり一家全員でお金を稼いで生活をしていた。 Actually this work style has been so common all the way to the Showa period. The whole family member including children got involved and worked together. But after the World War II ended and the Cold War started, Japan needed mass production to meet the demands from overseas. And the work style started to change accordingly, which means more and more Japanese men belong to companies, which we call salaryman style. And people started to see children in a different way, like something expensive and potentially bringing the family down. そのサラリーマンスタイルが浸透すればするほど子供の数は落ちていく傾向にあった。旦那さんの仕事を基本的にみんな手伝ったりとかしてると、一家でミッションがあるわけじゃん。食っていくためには私たちはこう稼がなくてはいけない。でも今はさ、旦那さん別の会社、奥さんも多分別の会社、子供を生活の維持のために産み控える、出生率が下がるというふうな方向になっていったんですね。Having said that, as you can see, we got second baby boom around that time. I wonder what kind of style or belief was common at that time. 私の子の時代？私なんか時代の産んだ人は早かったですよ、みんな。私の場合は遅かった、26だったけど。あ、それで遅いですか。うん。まあ女性の方30歳ぐらいで。遅いですよね、みんなお勤めしてるから。みんな今時代が変わっちゃって、女性はさ、一人でいる方がいいとかって人が多いんじゃない？私なんか結婚対象する人がいた方が楽かな、なんて思って。Actually, most women got married in their early 20s, and even teenage marriage or pregnancy was quite common. 恋愛が多かったよね。あの頃もさ、男女付き合うの、そんな、あれじゃなかったじゃん。この世の中が発展するあれで。すごいよ、もうみんな明るかったかなんだか。結婚して子供ができた時が親の幸せなんですよ。これはもう何百年も続いてる日本の文化だからさ、ね、子供生まれて、それが本当の人間の人生なんだと思う。これは日本人のね、体質なんですよ、これ。ああ、うん、それは悪いとは思わないけど。俺は悪くないと思うよ。うん。でも30になったんだからさ、早めに来てよ。うん。早めに。
まあ、結構マイペースで自分の夢を叶えたいなっていうのが。早めにした方がいいよ。無理しても。結婚してほしいですね。早い方がいいかもね。楽しめることはいっぱいあるんじゃない？その人その人によるけど、私はそうだったから。Actually, all the elderly people in Japan I talk to say the same thing. So we could assume this was a strong belief among that generation. But why?その時にはね、教科書にはね、古事記っていう日本のね、神話がね、採用されていて、古事記ってどういう話かなっていうと、いろんな側面あるんですけど、ありとあらゆる側面で出産があるんですね。特に女の子だよね。10代なのにまだ早いとかじゃなくて、だから、産み育てるせいなんだって思うじゃん。But I wonder until when did the belief continue in Japan? To find out, let's talk to a middle-aged couple in Japan who sharing their daily life on YouTube.若い方は YouTube やってた方が多いんですけど、はい、40代、50代、うん、ご夫婦珍しい。前は本当にもう仕事中心で、家庭のことはもう彼女に任せてたっていう、いつかは仕事が終わって、うん、その時にじゃあ一緒にっていうのは突然言われてもさ無理だなっていうのを感じて、二人の同じ共有の時間を、まあ、いかに作っていこうかっていうことを意識したのが、まあ50過ぎてから、まあ、強くこう感じるようになりましたね。彼はその仕事が忙しくてあまり家庭に、まあ、あまり向いてなかったみたいなふうに今の話だと聞こえちゃいますけど、私は全然そんなこと思ってなくて、いいバランスで仕事と家庭の方を割り振ってたんじゃないかなって。 YouTube しなくても私も幸せだし楽しいし、いいパパだったし、いい夫だと思う。ちょっと照れますね。そう思ってたでしょ。二人がその出会った時っていう当時ってどういう形で、はい、私たちはお見合いです。あ、お見合いですか、はい、その時はまあ、お見合いがまだこう残ってた。 For those who don't know, お見合い is often translated as arranged marriage, but it might not be accurate because it's never forced and you could totally have a choice to reject the person or not. And usually parents or third person involved as a matchmaker. And also usually you get a marriage in such a short period of time. But that style was so common that nearly half of the people got married through お見合い。私は友達からお願いしますっていうふうにお返事したんですけれども、間に仲介してくださる方がいらっしゃると思うんですが、そういう方も入っているのに、そのお友達からって言って、その長々っていうのはちょっとどうなのっていうふうに、私の方の親から、その気がないんだったら、もうお友達からなんか言ってないで、もうさよならってするべきだし、だからその辺はやっぱりそのお見合いっていう形と、フリーで、昔からあるシステムの中で、うん、ものすごく機械的な効率的なシステムと言えるものなんですね。ただ何がどうハードルかっていうと、今時にはなんかちょっとあまりの早い決め方に対して不安が残っちゃう。 So as you can guess, it's much less common nowadays and people rather take much more time to decide whether or not to marry someone so that they could prevent divorce. But some experts claim that's causing marriage and birth rates to decline more and more. Now you have a lot of Japanese people trying to do dating, trying to copy the WestModel. Before that, and it still exists in Japan, the most standard way of finding a spouse was Omiai, as I'm sure you're aware. Omiai. Yeah, arranged marriage. Arranged marriage, essentially. I mean, it's a very soft kind of arrangement. You decide on the terms of the relationship at the start. Here's what our married life is going to be like. You negotiate all of that right at the start. But what's happened is the Western standard has come in, and it's a very romantic standard. It's this idea that you have to find your soulmate. You have to find the one. 不安があるのはもう当たり前だと思うし、で、お互いのことが違う人間だということを理解して、その中で歩み寄れるかとか。And you see this in statistics about arranged marriage. They have lower levels of divorce, they have higher levels of contentment. Most pair bonding in our species has been coercive, has been non-consensual, has been arranged by outside forces. You know, this idea of I have to go out and date hundreds of random people until I find the one, like logistically doesn't make sense. 自分のこう結構結婚観っていうのがその 100% いい人って、まあ、いないと。だから60点以上取れてればまず OK だと思うんです。結婚してからやっぱりその残りの部分をどうするかっていうのはもう、まあ、努力というか、まあ、そういう2人でやっていく歩んでいくことによって、まあ、70点80点90点100点になっていく、まあ、そうも言われてたし、まあ、そうも思ってたんで。
2時間、1時間、2時間あってれば分かりません、うん、あ、この人ちょっと合わないかもとか、あ、話し方とか、話し方とか受け答えとか、うん、質問をしてくださる人なのか、自分のことを喋りたい人なのか。いや、ちょっと聞いてもらえます？あのね、ここに来るまでにね、電車の中で、君から喋ったらいいんじゃない？あ、今日のインタビューだ、ね、今日は何か君から喋った方がいいんじゃないって言っててこれですからね。いや、それも、いや、聞いてますよ。So that would be part of the reason why so many people got married in such early stage and fewer divorces at that time. 今離婚する人が多いからね。増えてますね。増えてる離婚が多いんですよ。なんでですかね。わがままなんじゃないかな。俺昔から言うと。これはもうね、耐えること。耐える。それはもうひたすら耐えるしかない。もうだってそう言ってんだから。そんなに気にしたらしょうがないですよ。そんなの無理だよって最初からもう蓋した人の方が圧倒的だから。どう？You know, divorce rate got so high, both in the U.S. and Japan as well. So why do you think that happened? If you go back decades and decades ago, you know, like couples would say, you know what, let's really work. You know, we fight, but let's work out our issues. And I think today it's like people are kind of like, you're annoying, you're bothering me, I'm going to divorce you, move on. We're very quick to throw people away rather than really work on what the real issues are. And another reason why dating and marriage was easier in Japan is that 周りがもう少しこう若い男性女性に対してどうにかこう関わってたというか誰か紹介したいよとかっていうそういう時代でもあったっていう。おじさまおばさまが親切というかいい意味のおせっかい。今ほどは楽じゃないというか、うん、まあ、探すのにスマホ一つ、携帯一つね、うん、っていうことはちょっとできなかったですけど、うん、こうそういう話がこう、親経由とか、そういうところを舞い込んでくるっていう、年頃の息子娘がいるっつったら、うん、いや、誰々もそういるけど、知ってる人いるけど、どうみたいな、そういうふうに。くっつけばばあとか、くっつけおばさんとか、おじさん、じじいとかっていうのがもういなくなったでしょ。その地域が言われるのに、うん、まだ言ってないもん、ね、そうそう、昔はね、そう、本当昔はね、うん、まだあそこの息子一人でいんのなんて、うん、でうちで紹介してやるよなんて、そう言った話なんで昔は。そうなんです、うん、そういうこともあって地域で何々さんちのなんとかくんがまだ結婚してないもみたいだけどとかって言って、なんか迷惑承知で、ちょっといい人いんのよとかっておばさんが来る、こういう感じのおばさんとかがいなくなったってこともすごく大きいんじゃないですか。男性も女性もね、ソーシャルプレッシャーが多分昔はめちゃくちゃあったじゃないですか。結婚して子供を産んで、ね、ようやく一人前みたいなのがあって、お見合い制度もあって、で、おまけにおせっかい焼きもたくさんいてっていう、もう結婚のためのシステムがもう完全にちゃんとあったわけで。まあ、おまけに景気も良かったんだから、それは子供増えて当然だよな、みたいな。そうそう。今はもう別に結婚してもしなくてもいいよだし、おせっかいは本当におせっかいとしてもう追放されて、お見合い、いや、自由恋愛でしょ、みたいな。自由恋愛。そうそう、自由恋愛適用できる人類がそんな多くないと。そのお見合いがないことによって逆に言うと結婚できていた層ができなくなったってことはあると思うよ。 Expand of the internet and smartphone changed everything including our dating culture and giving us much more options and freedom or should I say too many options and too much freedom that you could easily swipe left and right and find someone better. 私がメディア立ち上げた頃から言うと、もう市場規模は3倍に、来年はもう日本でも1000億円超えるっていうふうに。I'm sure it works to some people, especially the ones like wealthy or handsome men. But what about the ones who are not? The great example may be these men who have been rising in Japan a lot. これ、ここ1週間でじゃなくなったんですよ。ああめっちゃ最近です。So he's actually not virgin anymore. But he says, all the members share the same difficulty and hardship when it comes to dating in Japan. お金持ちの方だったり、まあ、いわゆるイケメンの方だったり、そういう強みを持ってる人にやっぱり持ってかれちゃう。集中しちゃうから、参入するあれがないのかな。隙がない。昔はそのご近所付き合いで、の中で関係性を紡ぐしかなかったから、でも今は本当に上を見れちゃうからこそ、身近な人になかなか目を向けないと思う。うちのおばあちゃんとかおじいちゃんとか見てても、よくお前ら結婚できたな、みたいな。なんか結構格差というか、いや、まあ、あんま言っていいのかな、思いますけど、まあでもそれでね、幸せになってる。マッチングアプリって多分結局、あれも平等とかじゃなくて、多分、年収とかビジュアルとか結局いい人のところにみんな集まっちゃうから一般の人たちにはより差が開いちゃってるのかなとは
もっと広い目視点でというか、見てというか。そうですね。まあ、深く見た上で、まあ、お前はダメって言ったら、まあ、そらそら、まあ、しゃあないと思うんです。もう今ネットですよね。はい。アプリ僕何回かやったことあるんですけど、会話続くんですけど、やっぱりお食事とかそういうのができなくて、それ以上進まないって感じですね。次に行けちゃうじゃないですか。そうですね。すぐ。あれちょっとおかしいって思ったら、もうはい、すぐ次。かえって、なんていうのかな、真剣度を下げちゃうというか。多分きっと昔もいたとは思うんですけども、お見合いだったり何だったりそういう救済制度があったから大丈夫だったんだと思うんですけど、今やっぱりそういうのがもう効かなくなったから、やっぱり浮き彫りにされやすくなってるのかなと。今日、だからある意味ではなんかその厳選されてるから、その層では、その層の人たちにとってはいいことなんだとは思うんですけど、まあ、溢れてる人たちもいるってのは、まあ、どうしたらいいのか。文明とか文化が育った社会というものは少子化せざるを得ないっていうのが歴史家としての意見。生き方の多様性というものが許されるようになってしまっていると、基本的にはそんな面倒くさい思いをして大変なものとしかイメージができない存在になる、敬遠したくなるんじゃないですか。